福山市は、広島県の東部、ビンゴ地域にある市。1998年に中四国地方で2番目の中核市に指定された。中国地方では、広島都市圏岡山都市圏に次ぎ、被県庁所在地の都市圏としては、全国5番目の規模の福山都市圏の中心都市。都市圏は県境をまたぎ地理的歴史的にも、 関係の深い岡山県伊笠地方にまで広がり、岡山都市圏、高松都市圏と合わせて、東瀬戸経済圏として認識される場合もある。単一事業所として、世界で初めて累計素鉄生産量が4億トンに達した、世界最大級のずく一貫製鉄所を抱える重工業都市である。市内に年産1300万トン級の生産能力を、持ち素港生産量は、 日本一。また鉄鋼関連産業、造船、機械産業などが集積する。市内の工業生産工は2兆円、工業事業所数は1200と3陰地方を超え、高知県の4倍と、日本有数の規模を誇る。市政志向は、尾道市、呉市に遅れる大正5年と戦前までは小都市に、過ぎなかったが戦後。 ビンゴ工業整備特別地域に指定され工業化と、ともに、経済規模が急拡大、瀬戸内海の主要都市の一つとなった。地域は、中国山地、福山平野、芸与諸島などから成り中心市街は、足田川のデルタ地帯と福山藩が行った、新田開発をもとにした、干拓平野に広がる。山陽新幹線、山陽道、国道2号、 山陽線と西日本の重要幹線が市内を縦断し、国際港湾である福山港を要するなど、交通の要衝となっている。中心駅の福山駅は、望みが停車する他福縁線及び多数の路線バス路線の起点であり、被県庁所在地の地方都市として、非常に多い10路線を超える、長距離高速バスが発着する広島県東部から、 岡山県西部の玄関口である。歴史的な経緯から、広島市や岡山県とも異なる、独自の機質を持つとされる。その都市圏規模から、県庁所在地でないにもかかわらず、陸運局の設置、電話番号の市外局番084、郵便番号の720など、県庁所在地並みの扱いを受けることがある。世界規模の鉄鋼、造船企業を筆頭に、 都市人口の割に上場企業を含む多くの大手企業を要しており、中小企業や大企業の研究開発拠点も集積している。かつては市内に大きな商業集積を誇っていたが、福山総合が撤退するなど、中心市街地の著しい衰退が問題となっている。福山市中心部周辺の空中写真。 2018年7月16日撮影の30枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。JR 福山駅南口福山市は瀬戸内海の中央部で広島県の南東端に位置する。三原市北部の山和町を源とする足田川の河口に広がるデルタ地帯及び 江戸時代以降、干拓事業により築かれた、福山平野に、市の中心地がある。市の南端は、瀬戸内海に面し、北部山岳地帯は、おおむね標高400から500メートルの、日々高原西南端部にある通称、人石高原南端から形成される。ここは、岡山県倉敷市へ注ぐ高橋川、支流小田川流域である。市街地は、おおむね、 旧福山市街、東部地区、南部地区、松永地区、北部地区に大別され市民性も地域により若干異なる。旧福山市は周辺の自治体を次々と編入したが東部は県境に、南部は海に阻まれているため地域は北部、西部へと拡大することとなった。結果として福山市の中心部は地域の南東に偏っている。 一方で中心部から岡山県茨城市、笠岡市までの距離は福山市の生誕、北谷より小さい。また、福山都市圏の広がる茨城市、笠岡市かけては市街地の連続性が高く県境を越えた連携が整形民間で幅広く見られる。熊が、峰からの福山市街福山市は地形と立地場所による影響により典型的な瀬戸内海式機構である。 夏の季節風は四国山地に、冬の季節風は中国山地によっておのの遮られる。このため年間を通じて天気や湿度が安定しており、降水月が5、6、7月と9月の二方星となっており、二方の間の8月の降水量が著しく少なく、右温図上大きくへこむ。冬から春にかけて中国大陸から流入する高差が観測されることも多い。 また、冬には、氷点下まで下がる日もある。太平洋高気圧に覆われる夏季には、瀬戸内海沿岸特有の、なぎが発生し、日中の気温は、摂氏35度を超える、猛暑、酷暑となる日もある。降雪は少なく、平地部の積雪は稀である。以前より、中国、四国地方では、広島市、岡山市、松山市、 倉敷市に次ぐ5番目の人口規模である。平成の大合併で、隣接のベッドタウン4町を編入した結果、人口は約46万人となった。合計特殊出生率はこの規模の都市としては非常に高い。2012年は全1 7 4 2治体中208位の1.71であった。人口30万人以上の都市としては1.63。 の沖縄県那覇市や愛知県岡崎市を大幅に上回って1位である。師匠を描いた市の旗師匠は、コウモリを山の字にデザイン化したもの。また師匠記は生地に黒で描かれている。これは1917年に市政施工事に福山出身の有名建築家の武田51に依頼され、彼が関わったもの。由来については、福山城のある付近はかつて、 川堀山と称しており、コウモリは本来、中国思想の影響から、縁起の良い動物とされ、服は、服に通じることと、初代藩主、水野勝成が、福山と名付けたとする、地名由来説があることからモチーフに選ばれた。事実、明治時代初期の箱館戦争時に、新政府軍側として参戦した福山藩の舞台は、 このコウモリの旗印を掲げて参戦している。市の花としてバラと菊があり、2000年代の一時期は、バラを模したマークが、市の出版物に描かれていたり、市の施設などバラにちなんだ名称が使用されたりと、バラが、師匠に準じた扱いを受けていたこともあったが、2013年以降は、正式なコウモリ山の師匠を中心に、 用途によりバラのシンボルマークを使い分ける形となっている。福山市内には指定暴力団の本部はないが、東の笠岡には五代目朝野組、西の尾道には三代目共同会が本部を置く。市内には朝野組の二次団体の二代目中岡組や、三代目共同会の二次団体の三代目下森組が本部を置く。 主な組織に2021年5月15日時点、福山城草の稲荷神社友の裏古代における現在の福山市街の中心地はほぼ全域が干潟や海であった。近年までは現在の神戸平野も海となっていて穴の海と呼ばれたと言われていたが、これは遺跡の分布や地層の調査から現在では否定されている。この故障があったとすれば、 江戸時代に干拓され陸地化された現在の福山市街を示していた可能性が高い。古代におけるビンゴ地方の中心地は貧乏ニグニフの所在した現在の府中市一帯であった。これに至る旧山陽道が中国地方の重要な幹線道となっていた。その名残が四北部地区の駅課長の地名で文字通り山陽道の馬屋であったことを示している。 現在の福山地域に含まれる山陽道は、神部平野を横断するように通され、外交として設けられた、深津市は賑わい、この周辺は、瀬戸内で最も栄えた地域であった。また、この地方は、大和王権と木人の勢力争いの最前線であり、古くから大和王権の重要拠点ともなっていた。双子塚古墳のような大規模な前方公園ふや、 機内以外では珍しい予告知識せっかくを持つ古墳が残り全国でも有数の古墳集積地である。瀬戸内の中央部に位置するビンゴ南部に港が多く点在する。深津、角郷、号、吉津、奈良津、今津などを港を意味する地名が今日も残されている。また、中でも、友の裏は万葉集にも読まれるように風町、潮町の港として古代より、 独自の地位を築いていた。中世には、長年の足田川の堆積作用により現在の福山市街は、次第に陸地へと姿を変えていき、本城、木の省といった省園が形成され現在の草戸町には、草戸と呼ばれる港湾都市が栄えるようになった。しかし、この町は、足田川の堆積作用により港湾施設の使用が、 固くなり衰退したと考えられている。一方、現在の不活高地と呼ばれる新津島一帯は、瀬戸内における金融拠点として発展し、その後の福山藩成立にも多大な貢献をしている。平安時代には共に、最長により聖冠時、空海により伊王寺が創建されるなどそれぞれの西日本の不況拠点となったが、南北朝時代には、 北朝と南朝の間で、幾度も戦闘があり、聖寛寺五十島などの貴重な文化財が失われた。戦国時代になると、貧乏地方は、毛利市勢と天子市勢との拠点争いの地となり、銀山城や神戸城などの多くの城が築かれた。商法上絵図、貧乏国福山城図和土桃山時代になると、貧乏国はむね毛利市の所領となり、共には、毛利市の庇護のもと、 室町幕府十五代将軍、足利義明が滞在した。関ヶ原の戦い以後は、福島市の所領となり、神戸と共に市場が置かれた。1619年、福島市の海域により、徳川家康のいとこである、水野勝成が、西日本の有力戸ざ大名への幕府方の、くさびとして、林檎国先南部、備中国西南部の十万国を与えられ、 福山藩が成立する。勝成は当時日潟であった臨海部の復活軍、復活村と野上村に新たな城と城下町を建設し、この町を福山と名付けた。このため、今日に至る福山の歴史は、現場8年から始まったと言える。なお、当初の構成領地は、ンゴ国の復活軍、穴郡沼熊郡人石郡品地郡芦田野軍、 微中国の小田軍、七木軍のそれぞれ大半であった。水野氏は、江戸の神田浄水に次ぐ規模を持つ、浄水道網を整備し、瀬戸内海から運河を城まで引き入れるとともに、大船団を組織市城下に係留させた。産業育成では土地を無償で与え自主を免除するなどして、浄化の進行を図り、寛永七年には、全国初とも言われる藩札を発行した。また、 イグサの生産を統制し、福山藩で生産される畳表は、ビンゴ表と呼ばれ、全国に最高級品として知られた。このように現代の福山の発展の基盤は、水野時代に築かれた。その後、1698年に五代藩主、水野勝信の死去で、六ツグ風となり、一時的に、福山藩領全域が天領とされるが、1699年に、 松平忠正が転坊する。しかし、松平忠正はわずか10年後の1710年に、伊勢国区穴藩に違法して、代わりに1710年に、安倍正国が福山に転坊した。以後、安倍氏が、明治維新まで続くことになった。福山市神奈部町に、ンゴ国分寺が発見されている。国府は、国分寺の近くに置かれることから、ンゴ国府が、 当地にあった可能性があり、発掘が続いているが確定に至っていない。1871年、明治維新の廃藩地権により貧乏国旧、福山藩領と人石軍、コーヌ軍の半分、備中国小田軍、七木軍の大藩をもって、福山県が設立し県庁所在地は、福山町に定められた。しかし、これから、行政区分は目まぐるしく変わり、 1871年に、福山県は、深津県へ名称が変更され、翌年には、深津県と倉敷県が統合され、小田県が設立、県庁は、小田郡笠岡町に移転された。そして、1875年には、小田県が、岡山県へ編入され、この翌年に、岡山県から旧便五国である、沼熊、深津、あ那品治む、足田。 人席の六軍が広島県に移管される。こうした中、1891年9月11日に山陽鉄道笠佐岡副産賀が開業し、同年11月3日には福山尾道までが開業すると、福山町は工業都市へと姿を変えていった。1898年10月1日、足田、品地両軍、深津、穴両軍はそれぞれ統合され、 足名郡、軍、深谷ス郡が成立する。その後、1908年に陸軍第41連隊が福山町に設置されると町の経済は発展を遂げ、1913年4月1日には福山町が野上、三好両村を編入し、同年12月21日に都の京弁鉄道が開業して、翌年7月21日には、 両備奈軽弁鉄道府中町が開業するなど、交通機関も整備されていき、1916年に福山町は廃され、福山市が誕生することになった。福山市は、大正5年7月1日に、全国で73番目、広島県では、広島、尾道、呉につぐしとして誕生した。市政志向と王子は、旧城下町を中心とする地域で、 人口は32,356人であったと、される。しかし、発足後の童貞は平坦ではなかった。市政思考間もなくの大正7年には、米騒動が市内にも波及、同年8月15日から16日にかけて、抗議集会に1,000名を超える参加者があり、警官隊や軍隊が出動して解散させる出来事があった。また、 その翌年の大正8年には大水害に見舞われ、大正末期には軍縮の影響での陸軍41連隊が廃止の計画が持ち上がった。41連隊の廃止は市の財政破綻にもつながりかねなかったが、これは市の陳情により回避されることになった。その後、福山市は順調な発展や周囲の村を九州合併して地域を広げたことなどから、 平野部が少なく開発の余地がない尾道市に代わって、広島県東部の中心都市となっていった。しかし、昭和20年の福山大空襲により、市街地は壊滅的な打撃を受けた。市街のほとんどは焼き尽くされ、戦後の引上げ者の帰国による人口増加などの要因も重なり、陸軍の撤退により、財政難となった福山市は非常な混乱期を迎える。 やけの源となった福山駅周辺などには、闇市が開かれ治安の悪化も深刻となった。沼熊郡沼熊町では、初代町長、神原秀夫が、町ぐるみ移住を打ち出し積極的な南米パラグアイへの移民を推進したことから、戦後期の移民団の主力となった。1960年代に入ると高度、経済成長の波に乗り復興を遂げていき、 特に当時世界最大の規模の日本交換、福山製鉄所の誘致により、企業上下町として、急激に開発が進み人口が増加していった。昭和後期になると高度経済成長時代の終焉や、鉄鋼不況などにより人口は、約37万人程度で頭打ちとなったが、この頃には、製鉄所の町から、県東部の中心地へと脱却していった。そして、 平成の大合併により、地域はさらに拡大し、ほぼ旧福山半領であった地区になり人口は、約45万人に達するが、近年の実質的な人口増加率は、微増にとどまっている。1945年、戦災外境図試験合併の模索1963年、岡山県笠岡市に編入されていた白見村の旧、茂平村が同市より分離。 福山市への編入を模索した騒動。騒動の経緯岡山県の南西端にある旧、模平村地区は、当時より、地理的、社会的等により、福山市との結びつきが強い地域であった。1963年岡山県の日清町、福浦が強い住民運動により、兵庫県赤石市に合併されたことに刺激を受けた、住民が大規模な合併運動を開始。 当時広島県議会議員、中川博士道のもと、福山市議会議員数人の賛同も得る。また、白見村内で、旧茂平村地区と同じ境遇の旧養の江村地区も、福山市との合併に賛同し、共同で運動を始めた。その後、旧茂平村地区は、旧養の江村地区と共同で、福山市に合併嘆願書を提出した。 騒動の集結福山市に合併嘆願書が提出されると、岡山県議会、笠岡市議会からの反対運動が起こる。また、翌年岡山県知事に、地元出身の加藤武則が就任すると、知事も合併運動に反対し、騒動は集結。特に、茨市、笠岡市は県境を挟んで接しており、福山市中心部からも福山市の北端生誕よりも、 近い距離にある。漁師は県を越えているが非常に密接な関係があり、都市計画上も一体的に扱われる機会が少なく、ない。空路は、広島県三原市にある、広島空港まで、福山駅前より、空港リムジンバスで、約65分、岡山空港へは、車で1時間半弱である。かつては、岡山空港への福山駅から、リムジンバスが就航していたが、 利用者が少なかったため廃止されている。また新幹線経由で、より規模の大きい大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港までいずれも120分程度であり、路線や価格により利用される。福山駅山陽新幹線は新大阪、東京方面には、日中毎時4の5本、博多方面は4の6本停車。 水穂やのぞみでは岡山まで最短15分、広島まで最短23分、新大阪へは58分、博多へも86分で到達することから、山陽地方主要都市や関西圏、九州北部へのアクセスも良く、また、東京駅へものぞみで、最速210分で到着する。JR 西日本については、中心駅の福山駅からは、山陽線の岡山方面へは、 日中、在来線各駅停車が毎時4本に加え、快速が夕方以降のみ運行。快速での所要時間は、笠岡駅まで13分、新倉敷駅まで25分、倉敷駅まで約33分、岡山駅まで45分である。広島方面へは、日中、毎時3から4本程度運行。尾道駅まで18分、三原駅までは33分。 最上駅までは69分、広島駅までは100分の所要時間。広島方面へは、在来線の優等列車の設定はなく、広島方面の列車はすべて、糸崎駅、または、三原駅までの運行であり、本郷駅以西はすべて糸崎あるいは三原での乗り換えが必要である。福山駅を起点とし、 内陸の府中市や三次市を結ぶ福縁線や、茨市や総社市とを結ぶ茨鉄道茨線も1日の3本のみ、神戸駅を経由し、福山駅に直通乗り入れしている。なお、友鉄道の運営する、友鉄道線も1913年から1954年まで存在していた。また JR 福縁線の福山府中間は、両備え鉄道が前身であるが、 両備内鉄道時代は、現在の福縁線と一部異なるルートを通っていた。山陽自動車道や国道2号線といった、基幹交通網も、市内を東西に走っており、広島都市圏、岡山都市圏などと結ばれている。また、四国を結ぶ二つの本州四国連落橋の、本州側起点の中間に位置しているため、香川県、愛媛県といった四国北部方面へのアクセスも良好。 また、愛媛県今治市へは1日16、往復運行されている高速バス島並ライナーで、西瀬と自動車道経由所要時間約1時間強。市内、近郊路線外の規模としては、異例の3社の民間バス会社が、市中心部に乗り入れている。北ぶりバス、尾道バスは、市内に路線を持つが市中心部への乗り入れはない。イカサバスカンパニーは、岡山県に本社を置くが、 歴史的な経緯から福山市を主要運行エリアとしている。福山駅前は同社最大のターミナルとなっている。これにより同社は全国的にも稀な古試験路線を複数持つ路線バス会社である。都市間高速路線を福山市は被県庁所在地でありながら10を超える県外路線を抱える。一方で高速バスの大半を運行する。 中国バスは収益を求め過度の路線拡大を行った結果として経営環境が苦しく乗務員に無理な運行を強いるなどの行為がたびたび露見し当局より指導を受けるなどしてきた高速バスの過藤競争に巻き込まれ収益性の低下した中国バスは積み上がる累積赤字を解消することができず2000年代に入り経営破綻経営権は 両備えグループに譲渡された。ローズライナーは新幹線との競合のため1日36往復と高頻度で運行されている。福山市を発着する航路以下の4航路が存在する。かつては福山高香川県多度津長官に福山多度津フェリーが就航していたが2008年8月31日をもって廃止された。 福山東警察署広島県警察福山地区消防組合消防局8署1文書6出張所福山座王局以前は広島 FM 放送も死者を設置していたが合理化により廃止された福山港周辺の夜景福山市の製造品出荷額は約1兆7049億円で中四国地方でも倉敷市に次ぐ2番目の規模 特に1961年に完成した JFE スチール西日本製鉄所福山地区は、同社最大の製造拠点であるのみならず、世界最大規模の製鉄所でもあり、造船、機械産業の大工場も複数抱える。地場産業では、セ維、電子機器、ポンプクレーン、機械検査機器、食品トレイゴム製造業などの一大製造拠点になっている。また、 上場企業やその業種のオンリーワン企業が、都市規模の割合に比較しても、非常に多く、国内地方都市では、静岡県浜松地区に次ぐ上場、トップシェア企業の多い地域である。福山通運本社青山商事本社かつて以下のような、鉱山が存在したが、すべて閉山している。天馬や福山店複合専門店ビルキャスパ。 福山駅前市内随一の商業集積を持つ地域で福山駅南口周辺を中心として形成される。昭和30年代頃までは駅から少し離れた本通りや霞銀座、大黒町といった古くからの商店街が小売りの中心であった。戦後間もなくの1948年に天満屋が福山駅前に出店し昭和40年代に 大英や日井、泉などが相次いで出店すると小売りの主軸は駅前へと移っていった。1984年に元町市街地再開発事業で建て替えられた天馬や福山店が大幅増床をオープンし、駅前地区の商業は全盛期を迎える。しかし、1990年代までに商業の中心は座王 春日をはじめとする郊外型の店舗へと移行していき、1992年に、当時中国地方最大級の規模を持つ、百貨店、福山祖号が、駅南西の工場跡地に開店。バブル経済崩壊や駅から、若干離れる立地などから、売り上げは伸び悩み、経営母体の破綻による煽りを受け、わずか8年後の2000年には閉鎖された。また、その前年には、 福山ビブレが営業不振により閉店。2005年には大栄福山店が閉店した。福山祖号跡は、福山市が買い取り2003年に、天馬屋系列の複合専門店ビルが入居して、福山ロッツとしてオープンし、2013年に天馬屋が撤退後に、大和情報サービスの運営に切り替わりリム F となった。福山ビブレ跡地には、 ホテルや貸しオフィスや飲食店、岩盤浴施設などの複合多目的ビルが開店し、大英東赤跡には2002年から双葉図書ギガが入居したが2009年に閉店し、これを友鉄セブンが取得して専門店ビルとして再生させた。大英西立跡は解体され高層分譲マンションが建設された。また2018年には、 大英東館の解体に着手。跡地には、大和ロイネットホテル福山が2020年に完成予定。また、ビブレ跡のビルも部分解体を受けて、ホテル1.23が入る14階建てホテルに改築。その隣接地の NHK 福山放送局跡地にも20階建て分譲マンションの計画がある。キャスパート地も2019年4月に、 再開発計画が発表され、低層階に商業施設を併設した22階建てマンションや13階建てホテルを中核とするビルが2023年までに完成予定。駅前地区の衰退に歯止めをかけるため、福山市は、福山総合後買取りに続いて2009年に循環バス路線、マワローズの運行を開始、さらに、 駅前周辺の整備事業として2011年には、駅南口に地下送迎場を設置、同時に駐輪場設置や、道路整備を行うなど、様々な新工策を打ち出した。同年、民間主導による再開発事業により商業、住居複合ビルアイネス福山が完成したものの、テナントがアイネス福山に移動してしまったキャスパが2012年閉店となる。 駅南東側の伏見町にも複合ビルを中心とした再開発計画があったがとんざ、再開発準備組合は2016年に解散した。一方、駅中では、福山山東区が中国四国地方発の7点を含む91点集積の元2007年11月1日にサンステ、福山としてリニューアルオープン。 2008年7月1日に今まで駅北東側の三好町にあった私立図書館が福山市生涯学習プラザとして中心部から南に進んだ霞町を中央公園内に移転した。なお、居住環境としての福山駅前は2000年代後半頃から都市部への回帰や新幹線が停車する利便性の高さなどにより分譲マンションの建設が進んだ。 また、福山駅北口は分譲賃貸マンションやビジネスホテル、飲食店、小売店などが点在する他は、空地や駐車場が目立つなど、比較的開発が進んでいなかったが、ここにも2000年代後半頃から、新たなビジネスホテルや高層マンションが、相次いで建設され、2008年には、福山大学のサテライトスクールが設置された。松浜町、入選町、 港町、王子町福山駅前から南東へ、約1.5キロあたりに広がる地区である。実質、福山市中心部を管轄する副山東警察署がありつ、浜町や入船町は、歓楽街が主体であるが市中心部の国道2号線と、県道との交差点にあった、日本火薬福山工場跡地を中心に大規模な、再開発がなされ、伊東洋稼働福山店。 2019年2月に閉店。同年6月29日に、夢タウン福山としてオープンと、天馬や、天馬やハピータウンを中核とする大規模駐車場を備えた、ポートプラザヒカが建設された。市も、周辺の大規模な区画整理を行い、隣接の松浜町の工場跡地に、福山芸術文化ホールがオープン。 入船町と隣接した港町の入り江を埋め立てた場所に福山市立大学が開校。また入船町にエディオン、福山本店、松浜町にケーズ電機福山店などの大規模な小売業の進出した当該地区を取り囲むように分譲、賃貸マンションが多く立地している。王子町は主に国道2号沿いに当地に本社を、 構える洋服の青山本店を中心に、郊外型店が密集している。沖ノ上町福山駅前から南へ、約2キロあたりに広がる地区で、旧国立病院付近を中心に、大、中規模の医療施設の集積が多く、分譲賃貸マンションも多い。ある程度の商業集積があるが、駅前地区との連続性は乏しい。 近隣の緑町には大規模な都市公園である、緑町公園とかつて天馬や、ハピータウン緑町店や、サンピアがあった場所に、郊外型の商業施設のココローズや、緑町モールがオープン。また沖の上地区には、ルートインスパリゾートホテルグランティア福山、複合園会場のある瀬がある。昭和町、南町、住吉町、松浜町、入泉町。 寺町、朝日町福山駅前から南東へ約七百メートルあたりに広がる地区で分譲、賃貸マンションが多数存在する。寺町から朝日町にかけては、水野勝成港の城下町建設に従って集められた寺院が集積している。東深津、南座沢、引きの明神、手城、春日座沢山から、南座か春日地区を望む福山駅前から東へ。 約3から5キロあたりに広がる福山駅前に次ぐ集積を持つ地区である。かつては広大な干拓の地が一面に広がるエリアであったが、平野部は国道182号線バイパスの設置や昭和40年代の大規模区画整理により整備され、山間部も昭和50年代に日本交換の住宅団地として、伊勢が丘、春日が台が開発された。 こうした中、市は、東部福都心構想を策定して、JR 東福山駅や福山市民病院東、深津町には、当時の日本交換が寄贈したプールや小規模な、遊園地を併設した、メモリアルパークを設置するなどインフラを整備する。そして、ザオ、カスガ地区の平野部を東西に貫く県道沿いに、泉ザオ店がオープンしたことを皮切りに、 昭和60年頃から周辺に、数多くの郊外型店舗が立地していき、後輩地に、マクサン、伊勢家旧大屋台といった、大規模住宅地を抱える、地理的条件も相まり大発展を遂げた。また、昭和63年には、山陽自動車道の福山東インターチェンジが、座王町に開通するなど、交通の利便性もさらに高まり、現在では、構想の分譲。 賃貸マンション、小建て住宅、オフィスなどの立地も盛んで単なる郊外型、商業地ではない高度な集積が形成されている。このほか、JR 山陽新幹線を隔てた、明神町の国道2号線沿いに岩、山田電機や、ニトリラウンドワン双葉図書、ドンキホーテなど新たな商業集積ができつつあり、伊勢家地域では、 JFE 西日本製鉄所社宅跡地を利用した食品スーパーのハローズやホームセンターの UFO、ツタやマクドナルドなどを中核とするショッピングモールがある。松永 JR 松永駅南口福山駅前から西へ約10キロあたりにあり、かつては松永市だったが昭和41年に福山市に合併された。江戸時代に 水の家家臣の本城重政の指揮の下、遠浅の海岸地形を観拓して、以来製塩業が盛んで、その焚き木燃料を別利用した、下駄製造が二次的に栄えたが、今では、ほとんど見られない。昭和35年の国策での塩田廃止後は、駅南部の塩田跡地は徐々に埋め立てられ、住宅地や商業地へと変貌している。旧松永市時代には、中世より、 宿場町として栄え、江戸時代には、本陣も置かれた今津地区と結ぶ JR 松永駅北部が中心地であったが、駅南側も夢たう松永店のオープンを皮切りに、郊外型店舗を中心とする集積が進んでいった。また、小規模ではあるが、駅南口には、歓楽街もある。駅周辺は、福山大学の開設の契機に、 中高層の主に学生向け賃貸マンションが多く立ち並ぶようになった。西側の尾道市との境である高西町は南松永と高西町をつなぐ架橋が完成したり、土地区画整理や山田電気テックランド副賛成店の出店などにより市町村合併前は同じ旧高須村地域であった過去を物語るように連続的な集積ができている。 東側の福山市中心部と、松永地区の中間点である角郷、赤坂、瀬戸地区にも、郊外型パワーセンターのサファ、福山や、ライフステージ対応福山店などが立地している。駅下、三雪、神戸福山駅前から北へ、約6から7キロあたりに広がる地区で、駅下地区は、昭和50年代に、福山市に編入された地域である。 長らく JR 福縁線の北側の県道沿いにのみ、小規模な商店街が形成されるのみであったが、昭和50年代に、日駅家店がオープンし、この地区の郊外型店舗の先駆けとなった。そして、これを軸に、商業集積ができていったが、幾分道路事情が悪かったことなどから、商業的中心は、国道486号線沿いへと移っていった。三地区は、 南部の県道沿いに小規模な集積があったのみであったが北部に国道486号線が開通したことや福山平成大学や中国中央病院広島県立福山産業交流館が完成すると神戸平野の中核的な地域となり現在では国道沿いに駅下地区神戸地区と連続した商業集積を持っている寒部地区は 国道313号線沿いや国道182号線沿いの川南、道上地区、旧山陽道沿いに古くからの小規模な商業集積があるのみであったが、JR 神戸駅周辺に昭和50年代に郊外型商業施設である天馬やハピータウン神鍋店や日井神鍋店がオープンする。しかし、神戸駅周辺は道路事情が悪いことや、 三行地区の発展などから現在は衰退気味である。一方、国道486号線沿いは、国道313号線との交差点付近に、パワーセンターであるママックスやアクトカンベがオープンし、平成に入り国道486号線が、全通して、国道182号線と結ばれたことを契機に、駅か、三行地区との連続的集積が形成されていった。 そして、平成17年に486号線と182号線の交差点付近に富士グラン神戸を中心とする大規模商業エリアが完成した。川口、田谷米新果て、明けの、一文字、水のみ福山駅前から南へ約4から5キロあたりに広がる地区であり、川口と立ち前は、江戸時代初期、新果ては幕末に干拓された地域。 1970年代の大規模土地区画整理事業、以前は、バス通り沿いに小規模な商業集積があるのみの、田園地帯であった。昭和47年に手錠町とを隔てる運河に、入江大橋が架けられ、国道182号線とを結ぶ、県道380号線が開通したことを契機に、この通り沿いを中心に、郊外型商業施設が立ち始めた。 しかし、周辺人口の少なさや海に囲まれた閉鎖的な地理環境などから、現在も大規模な集積は生まれていなかった。平成6年に、駅前大通りから続く道路が開通し、平成15年の足田川大橋開通により、足田川対岸の水のみ町と結ばれ、交通事情が大きく改善している。商業的中心は川口地区から新果て地区へと移っていた。 また、足田川大橋を渡った水のみ町も、区画整理事業が完了するに伴い商業集積が高まってきている。ビッグボール有する、ボーリング、ビリヤード、マイガ店等に隣接する、イオン系列のショップモールの撤退後、以降からは大規模な総合アミューズメント施設が建つほか、観覧車の設置、 福山夏祭りの恒例イベントである花火大会を足田川大橋付近で行うなど近年、賑わいを集めている。人口の増加では、駅前周辺に次ぐ増加率である。各場所に、八人さんと呼ばれる石像の神様が、江戸期に行われた大新派手干拓事業により、設置されている。この区域では、区合の生産が盛んであり、福山は、 生産校日本一位も記録されている。三の島、三沖三の島は、もともとは、福山湾内に浮かぶ離島であったが、江戸時代から、明治初年に行われた大新果ての干拓により、陸続きになった。作物に恵まれた地域である。また近くの茶山には、古墳が存在する。新果て、三の島から二の三キロに続く、埋め立て地を、三沖といい。 中国電力の太陽光発電所やエフピコ、日本火薬、各種製造会社、港湾施設などが立ち並ぶ。新市福山駅前から北西へ、約15キロあたりに広がる地区で古代から繁栄した地域で、ビンゴ一宮も鎮座する。県道沿いの JR 新市駅付近に小規模な商業集積があったが、国道486号沿いの駅課長や、 府中市との境界付近に一定規模の連続的な商業集積がある。繊維業が盛んで、日本三大かすりのビンゴがすり発祥の地としても有名。自長堂、コーコスなどのワーキング大手や、ブルーウェイや貝原など、人員付け大手が本社を構える繊維の町である。主な大規模小売店福山市のオフィス街。 主要宿泊施設を主な大手企業指定に一覧国道2号沿いの福山市のオフィス街指定金融機関は中国銀行と広島銀行の隣番制。1970年代より同和団体による教育への過剰な干渉が広島県で問題となった。福山市は府中市や足名郡、瀬良郡などとともにそれらの問題が激化った地区である。 国会で問題視され文部省による、是正措置が行われた後は解消しつつある。広島県立、福山茂機関高等学校福山大学福山、平成大学幼稚園小学校、中学校高等学校専門学校その他の、教育機関学校教育以外の、施設国宝重要文化財。 特別史跡史跡名称天然記念物、重要有形民族文化財国登録有形文化、財建造物その他博物館、資料館美術館図,館図書館その他閉館以下には、ロケ地も含まれる、市街局番は以下のように区分されている。福山 MA、福山特例0849市街地区など、福山 MA0849 沼熊町、内海町及び神鍋町地区等の道市、 浦崎町の一部。小野道 MA、松永特例零八四九、松永市地区府中 m a 零八四七、旧新一町地区茨 m a 零八六六、三野町の一部地区郵便物の集配は、以下の郵便局が行っている。自動車や軽自動車、二輪車などは、福山市港西町に、中国運輸局広島運輸支局福山、自動車検査登録事務所や軽、 自動車検査協会広島主管事務所福山支所があり、広島県東部をエリアとする福山ナンバーを統括している。福山市と尾道市による激しい誘致合戦の結果、漁師役所の中間地点である当地に同志所が置かれることとなったという逸話が残されている。なお、福山ナンバーは中四国9県で唯一の県名以外の地名の入ったナンバープレートである。 平成の大合併により、広島ナンバーのエリアに、区域移管される地域が多く、旧豊田郡、旧高野郡、旧ヒ馬郡が、広島ナンバーへ、逆に、広島ナンバーから、福山ナンバーに移行されたのは新設合併された新、三原市のうち、旧加茂郡山都町の区域のみである。ありがとうございます。